ふん、やっと一息つけるな。悪いわね、買い物に付き合ってもらっちゃって。向こうのキリトの調子で誘っちゃったけど、よくよく考えたらこっちのキリトは肉体的に辛い状況なのよね。いや、この程度はいいリハビリ代わりだよ。シノンこそ体は平気なのか？私は2年間も寝てたわけじゃないから。それじゃ、ここは私のおごり。甘いもの食べて早くお肉をつけなさい。俺が必要なのは筋肉であって脂肪じゃないんだけどな。それはさておき、シノンと喫茶店に来るなんてゲームの中だけだと思っていたけど。あの時現実の喫茶店でもお茶してみたいって言わなかったっけ？いや、冗談か何かかと。まあ、あの時は確かに冗談だったかもね。あのね、キリト。ん？現実世界に戻ったらキリトに聞いてほしかったことがあるの。私の忘れてしまいたい、でも忘れられない過去の話。私のずっと抱えてきた傷、多分私の罪。シノン、それはここで話すのはマナー違反じゃないでしょ。それにキリトには聞いてほしい。他の誰にも言えなかったことだけど、キリト、私ごめん、話そうって決めてきたのに、いざとなるとなかなか勇気が出なくて。わかるよ、俺にもあるから。誰にも言えない自分だけでずっと抱えてきたことが、それはもしかするとシノンのものと似ているのかもな。私もそんな気がする。無事でいてくれてよかったって言ったあの時のキリトの顔を見て思った。きっとキリトも同じなんだって。消せない、忘れられない過去があって、ずっとそれと戦っているんだなって。もしそうならこれからは一緒に戦わないか？一緒に？あ、お互いの問題は一人だと解決できないかもしれないけど、それでも俺とシノン二人で立ち向かえばいつか乗り越えられる気がする。シノンには絶対に守ってやるなんてかっこいいこと言ったけど。キリトの手、あったかい。私はこのキリトのぬくもりだけで十分過去に立ち向かえる。キリトに守ってもらえている。シノン。でもこれからはただ守ってもらうだけじゃなく、二人で一緒に。ああ、それはあの鉄の城で剣を振るうよりはるかに困難な戦いかもしれないけれど、それでもシノンと君と一緒ならいつかきっと。